はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル、春99です。今日ね、ご紹介したアイテムはこちらですね。おかずブランドさんのですね、2020年春の新作ですね、数字9ですね。数字9っていうだけあって、数字をね、宣言していきましょうっていうゲームなんですけども、お互いに数字を宣言していって、ある並び、ある数字の使い方をしてると、より高得点ってね、少しその辺のね、読み合いがですね、変わったシステムのゲームでございました。というわけで、今日はこちらですね、数字9をね、ご紹介したいというふうに思います。はい、こちら数字9ですね。まあ、ここのところね、もうアートワークに表れているように、各プレイですね、数字をね、3つ書くんですね。まあ、同じ数字でも何でもいいんですけど、とにかく3桁の数字を書いていって、その数字の出し具合によって点数が決まるというタイプのゲームなんですが、まあ、早速ね、なんかね、コンポーネント見ていただくとすごい分かりやすいと思うので出しますが、こんな感じになっていて、5人までプレイできるゲームなんですけども、片っぽの方は自分がね、ここに数字を書くためのやつなんですね。こっちがね、大きい桁で小さい桁になるように、これを数字を書くやつと、こっちのね、まあ、得点系とかを書いていくやつなんですね。あとはこれに、まあ、いわゆるペンですね。ここに書いて消せるタイプのペンっていうのが人数分入っています。で、このゲームどうやってプレイするかっていうと、各自これをね、一式ね、二つ持ってるんですけども、ここのところ、さっき言いました、これが一番大きい100の桁ですね。111の桁のところに、まあ、001でも何でもいいんですけど、必ず3桁書いていくんですね。で、これを全員同時に書いて、まあ、表にすると。で、ポイントはここの100の桁ですね。この数字が自分のそのラウンドの点数になるんですね。もちろん細かいボーナスとかいろいろありますけど、ここの100の桁の数字が自分の点数になると、こういうわけなんですね。で、それを複数ラウンドやって最終合計点が多いと勝ちと、まあ、細かいボーナスももちろんありますが、まあ、基本そういう仕掛けなんですね。で、じゃあ試しにずっと書いてみますけど、例えばこんな風に出てきたら、521があって、333が2つあって、232があると、まあ、こんな風に並べるんですね。こっちが大きい順になると。で、100の桁が点数になると言ったんですけど、実はね、その簡単にはいかなくてですね、自分より小さい数字をですね、チェックしていくんですね。で、何をチェックするかっていうと、5、2、1っていう3つの数字がどっかに混ざってませんかっていうチェックするんですね。そうすると、ここに2、3、2だから、ここに2がありますよね。自分が使ってる数字が自分より下の人に対してぶつかってしまったら、これ失格なんですね。つまり、ここ大きい数字を入れれば入れるほど、当然チェックが最初に走るので、後ろの方に自分と同じ数字使ってる人がいたらパーなんですね。ここがこのゲームよくできているところで、つまり521はここに2があるから、これ失格ですと。333は同じ数字は OK なので、下の方を見るとここに3があるのでダメです。だからこれ全部失格なんですね。だから1ラウンド目はこれだと全部失格になって、232取ったこの人のこの2点だけが点になると、こういう仕掛けになってるんですね。なので、これがもらえると、ここのところの点数のところの第1ラウンドのところに、まあ、2点と書くとね、まあ、今回ボーナスとかありますけども、基本これを書くということなんですね。じゃあ、これを繰り返していくだけがあって、実はそうでもないんですね。さらにもう一つ仕掛けがあって、この立ちはもうしょうがないですね。失格しちゃって、このラウンド1点も入らなかった人なので、何もペナルティーはないのですが、この人、232って書いた、つまり数字は2と3を使ったんですけど、こちら、利用可能数字ボードがこの上にありまして、もう2と3はこれと使えないんです。残りのラウンド、1回も使えないです。つまり、数字を使えば使うほど、後ろのラウンドで、だん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 言える数字が少なくなってくるんですね。どっかでここ9書きたいんですね。900いくつで逃げ切りたいですよね。でも、それみんな同じですよね。8から始まるのか、7から始まるか、いろいろ考えます。でも、後ろの連中が、あいつ900って書きそうだなと思ったら、じゃあ俺779って書けばあいつ潰せるよねとかあるんですよね。その代わりこっちが7と9が潰れちゃうなんていうこともあって、この数字順に並べて上からチェックしていく、自分より下の数字に1個でも同じ数字があればアウト、そして0点数は0、自分が誰ともぶつからなかった、つまり一番小さい数字の人は絶対点数もらえるんですね。一番小さい数字の人はここの100の桁がそのまま点数になっていく。そして、もちろんここがね、222だったらこの333の人生きてますよね。333の人は3点もらえるんだけど、そうすると全部3を使ったので、この3が使えなくなり、この人も3が使えなくなる。その代わり3点が基本もらえると、こういうゲームになっておりました。はい、ということで、数字9をご紹介いたしました。まあ、ね、非常にね、
シンプルなんですね。もう数字書くだけですかね。なんですけど、これね、やってみると分かるんですけどね、超笑うんですよね、これね。ありえないわ、ハルさん。その数字はないわ、みたいなことが、ドラマが起きるゲームなんですよね。しかも全員、あと何の数字が使えるか見えてるわけですよ。もう後ろの方へ行けば行くほど、この残った9を僕にいつ使わせてくれるんだっていうね、いうことを起きるわけですよね。でも当然、あれ僕以外もう9をみんな使ったよねって瞬間があれば絶対行けるわけですよね。こういう、お互いの読みは早く使えよお前はみたいなことが起きながら残った数字の中でいかに点数を取っていくと、こういうゲームなんですね。当然お分かりかと思いますけど、最終ラウンドに向かって使える数字が一個もない人はもう参加できないんですよね。全部使っちゃうくっていうから、そういう人もう参加できなくなっちゃってるので、いかにいい数字を残すように他人とぶつからないように点数を取っていくかということがですね、非常に面白いゲームですね。楽しめるんじゃないかなと思います。これオプションルールでね、さっきね大きい順並べましたけど、小さい順並べる逆側からプレイする順でね、ちょっとしたオプションルールも入っていて、そっちもまた新しい新鮮な感じでプレイできると思いますんで、高い数字から判定するやつと小さい数字から判定するやつとね、2種類あるので、両方ともね楽しめるんじゃないかなと思います。細かいボーナスもねいくつかありますんで、ただ基本はさっき言ったようにいかにぶつからない数字で大きいのを出すかというところになるので、その辺を楽しんでいただければいいんじゃないかななんていうふうに思います。はい、というわけで今回ですね、おかずブランドさんの2020年春の新作ですね、数字記をご紹介いたしました。ザゲメチャンネルの99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。